前田殿も。毎度、山本でございます。はい。山本さん、ちょっとプロ野球とは違うんですけども、高校野球シーズンなんですよ。うんうん。山本さんは高校時代の、しんどかった練習とか、忘れられない練習を聞かせてほしいなと。ある。いや、そんな山ほどあるで、もう動画で発信していいのか、配信していいのかどうかわからないような練習もいっぱいあるよ。昔だと多いんじゃないですか。うん。あったあった。で、今思えばユニークやし、僕らの時の監督が、めちゃくちゃキャッチャーフライ打つの上手な人やって。今僕がいろんなノッカー見てきたけど、一番キャッチャーフライ打つのうまい。めっちゃくちゃ、ガーン東京ドームやったら天井当たるわ。ほんで、テストの前の時とか、テスト前とかになってくると練習早く終わらなきゃいけないでしょ。練習早く終わる時に来て、その監督がパーンキャッチャーフライ打ってくれる。そのキャッチャーフライ取ったらもうグラウンド整備して上がっていいよと。取れんかったら、大和川の土手のランニング、山ラン。で小乱大乱ってあって、小乱は小さい方手前の土手回ってくる、はい、で大乱は手部まで行って橋渡って向こうっぺりの土手を走って帰ってくるという。距離で言うとどれくらいあるんですか。大乱で5キロ強で、小乱で4キロ弱で、それでよーし今日はフライ言うて、キャッチできへんかったら今日は山乱小大体小、そういうのペナルティ的ランニングは。で、罰走ともまた違って、みんなそれ楽しんでたわけ。うるかーまーんとかって、もう空、天気よくて真っ青の時なんて、あ、これあかんわ、もう取られへんやろ、みたいな。ほんで、遠近感難しいから、やっぱこう、ボタン倒れたりして取れへん人おんねん。ほんで、キャッチャーは取んのうまかった。内野手も。ピッチャー取られへんねん。もうそれも今思い返したら、まあ、ちょっとほのぼのしたとこかな。あと、僕らが高校生になった時には、水飲めない練習ってよく聞くでしょ、はい、夏場に。飲めない。そう、もうそれはやっぱ間違ってるんだということで、給水タイムって言われて、30秒から1分、1年給水タイムって言ったら、もう蛇口にぶわー走っていって、覚えてるかな、キュッて反対返したら蛇口がピュッて上向いてるやつ、はいはいはい、小学校とかで、で口こうやってビューって出てくる、あれぶわー出してガバガバガバって飲むわけ。はい、5、4、3、2、1、はい、終わりーとか言ってバーって、おらっしゃーって帰ってくるでしょ。みんなそのあれだしゃーって帰るとき腹ちゃぽんちゃぽんって。でもそれでも横っ腹痛くなったりせえへんぐらい、タンクに貯蔵した水分っていうぐらいだった。それぐらい体乾いとったからね。で、あとね、あ、その監督おもろかって。ランニング。はい。まあ、これはね、ペナルティでノックとかしてるときに、エラーで、例えばランニング5本増しとかやっていくわけ。ほんならそのノックが終わるまでに、50本ぐらいなる人おんねん。ベーランを50周とか。で、夏の練習終わって最後にそれすると。そうやってる時にもう走れんようになってくるでしょ。走れんようになってきた時に、その監督が言ったのは、今日ここで終わったら、明日に持ち越していいぞと。その代わり、10%。利息つくね、ランニングの本数に。これ面白かった。でもね、ただただダラダラじゃなくて、そこそこのタイムちゃんと測られるわけ。でもそれはもうタイム切られへんかったらカウントされないから、今日もできなかったら30本でやめていいよと。うん、でも残りの20本明日に持ち越し。ほんなら50、もともと50本だったからそこに 10% で、プラス5本入れるよとか、例えばね。いや、ほんま、賞味利息。なんかそれで世の中の利息のあり方、はい、年利とかあるでしょ、はい。それを教えてはんのかなと今思ったら。だからランニングを今日走れなかったら明日でもいいけど、そこにはランニングの利息つきますよっていうのは、すごく覚えてる。で、僕はもう利息つけるの嫌やったから、日が暮れそうでも全部走り切った。だからベースランニング50周した記憶があるもん。ベースランニングホームラン50周やで。ひっくり返るわ。練習時間って長いんですよ。日が暮れても、ちょっと正面あんね、水銀灯が、バックネットのネットの柱に、数個ついてんね。はい、朝は何時間なんですか？朝のね、朝練とかはなかったんですよ、僕らは。はい、朝あるとしたら、部室の掃除、係に分かれてて、1年生が1時間ぐらい早くしてきて、部室をきれいに掃除して、で、それから学校に行くと。うん、それぐらい朝練はなかったな、うん、昼休みの練習もなかった。その代わり8時9時まで練習して全部整備終わって、ボール探しもやって家着くの10時ぐらいだから、もう練習もきついでしょ。1年生の時は練習きついし、で雑用もやる、これは当然。家に帰ってお風呂、ご飯、寝る、で目覚ましでパッて目開けた時には1ミリも動いてない。そのままシューって抜けたら布団きれいなまんまやった。すごい覚えて、それが何日も続いた。体強なったわ。で、ボール探し。僕ら私学の学校で、バッティング練習300球ぐらい使うんですよ。もっと使うかな。
だ練習終わった時にボール係っていうのが存在してボールを数える、うん、どこでもありますね、うん、あるボール数える、はい、1,2,3,4,5 4つ並べて1個上に置く5個をいっぱい並べててボール2球足りないと全員で探すグラウンド隅々暗いんやで、で照明当たってるけど外野なんか全然見えない、こうやって見ながら足探りながら、えどうやっても40分も1時間も見つからんと、でこれ全員で見つからなかったらまたこれランニングが増えたりとかすると、ほんだら貯金ボールだ、ほんでもうどうやっても見つからない時、そういえばこう田んぼに飛んでいったファールボール取りに行ったか取りってんかわからんと、すぐ隣田んぼやったから田んぼに行ったボールなんて見つからないでしょ、田んぼに行ったボールはもうその場ですぐ取りに行くんですよ、田んぼのおっちゃんにすいませんってもう裸足になって入っていって、で夏練習しんどい時田んぼにボール取りに行くのが大好きで一目散で走っていく選手もおった、そのボールが見つからない時は30分ぐらい経ったら先輩から貯金だぜ貯金だぜで誰かがしらーっと持って行って宇宙館か左中間あたりでありましたー、もう監督やコーチも分かってんねん、あこれ貯金使いだったなみたいな、だからもう隠してるボールとかもあった、うん、いきなり300球ビガーンってビンゴの時もあったしね、ほんでピッチャーマウンドグラウンド整備してる時にバケツに水持って行って掘れてるところにもう一度掘ってそこに水入れて土入れてこねてこねてあの土団子作るみたいな形でこねてこねて最後踏んできれいにほんで水まいて終わるんだけども、バケツをやたらきれいにしていってこそーっとブルペン行った時にこう幕振りして手にフッて飲んだりしたもん生きるためにやで、そんな水飲ましてもらえないんですか、飲ませ、あの飲めなかった、このタイミングでしか飲めないみたいな、まあまあそれはね今思えばまだちょっと緩くなったかも、僕らの10年ぐらい先輩もっときつかったと思う、ほんでグラウンド整備もうまい下手があってピッチャーマウンド整備したことある人はもう分かると思うけど掘れるでしょ何百球も投げてた らそこをねもっぺん削り出してほんで水をシャーッと流し込んで周りの土と混ぜて土団子みたいにしながら埋めていって周りの土となじますんですよ、で最後水ピャーッと巻いて次先輩が来てピッチングするときにスパイクがサクッと入るようにしない、これ上手い下手って下手くそな人って下手くそな人はこうやってあこれぐらいでええかってまとめてやるけど、先輩が次の日マウンドに立ってカットスパイク入れたら上の1枚泥がフッと動くときあるね、これわかるかな、上っ面だけ濡れて固まってるから他パフパフやのにそれだけがスルッハンバーグみたいなのルッてずれんの、おいこれなんや高島昨日これ整備したの誰や、怖かった、集合ですか、俗に集合やな、関東エリア説教っていうの、関西エリア集合やな、集合で言われたピッチャー集合、ピッチャー集合、野手集合、全員集合って、ピッチャー集合そんなにあのダメージを受けるような怖さはなかった、言葉選ぶでダメージを受けることないけどこうもう言葉がすごい厳しくて長いと言いますもんね、長いなんせ長いもくどい、そうでも僕の1個上2個目の先輩はまだ優しかったと思う、先輩の話聞くとね、練習というか、まあ、これあの高校野球のグラウンド整備とかそのチームの野球部のあるあるルールってな存在するんだよ、ありますよね、うん、でも一番印象に残ってるのはランニングに利息がつく勉強させていただきました、毎度お気に入り。